皆さんこんにちは、オンとうたたねの秋谷美代です。今回も怖い小説を読んで紹介したいと思います。今回はこちらの本を途中まで読んできました。我孫子竹丸さんの殺戮に至る病という本です。連続殺人事件が起きてそれを追うっていう感じの物語なんですけど、どうしてそんな殺戮って称されるくらい人を殺さずにはいられなかったのかっていう犯人の心境とか、犯人の母親がもしかしてあの事件って息子なんじゃないかっていう風に感づいたりとか、あとは被害者の知人が犯人を追うっていうお話です。結構グロかったりとか、なんか普通だとちょっと気持ち悪くなっちゃうような描写とかが結構多かったので、なんか私は一体何を読まされているんだろうと思って、途中本当にしんどかったんですけど、最初の方が一番しんどかったですね。後半からだんだん語り手同士の時系列がバラバラだったのが縮まっていくんですよ。あ、今ここではこんなことが起きてて、こっちの場所ではこんなことが起きててっていうのが分かってきたので、もう早く続きが読みたくって、もう本当に最後の最後、隠されているところが最後の1ページだけなんですよ。だからこの最後の数行がとても気になります。こちらの小説がどれだけ私をドキドキさせてくれるのか、心拍数を読む前と読んだ後で測って比べてみたいと思います。出ました、読む前の今の心拍数は59でした。前回のこのオチが怖いではあんまり心拍数が変わらなかったので、今回は変わったらいいな。では殺戮に至る病のオチ348ページを読んでいきたいと思います。なんか読みたいような、読みたくないような、これ以上グロくて悲しいこと、おぞましいことが起こるんだったらやだな。では読んでいきたいと思います。困った困った、あれ、これはどんでん返しじゃないんですけど、読者だけどんでん返された感じ。これあれですね、映像化できないやつです。真実が全然見えてなかったことに気づきました。これは最後を読んでってことは、あれがこう思ってたけど本当はこっちで、でこれもこういうことじゃなくて、であれ、でもあの人はじゃあ一体どこで何をしていたんだろうみたいな、なんか最初はこんなに辛くなったんですけど、この最後の1ページでうわもう一回読まなきゃってなるとは全く思わなかったので驚いています。読み終わってみて心拍数を測ってみたところ68でした。だいたい10ぐらい上がりましたかね。今回途中まで読んでみて本当にもう読むのしんどいな、怖いなって思っていたんですけど、最後まで読んで本当に良かったと思いましたし、やっぱりもう一度読み返さないと自分の中で解決できないなっていう物語でした。うわーやられたっていう感覚になりたい人にはとってもおすすめなんですけど、まあ、読むのにちょっと覚悟は
いるのかなっていう感じがします。読書好きの皆さんで怖いのが読みたい、グロいのも大丈夫という方はぜひ読んでみてもらえたら嬉しいなと思います。その感想とかコメント欄に書いていただけたら共有できるかなと思うのでよろしくお願いします。それでは今日はこのあたりで、おやすみなさい。